特集です。横浜桜木町で120年以上にわたって愛され、今年3月に閉店した駅そば店グッドモーニングは、再オープンにかける家族に密着しました。はい、ありがとうございます。はい、お待ちどうさまです。ドリンクです。醤油ベースの関東風のつゆに甘辛いタレへ一晩漬け込んだ鶏肉が乗った鶏肉そば430円。老舗の駅そばが復活しました。おいしい、おいしい、おつゆ最高ですよ。今年3月に惜しまれながら閉店しましたが、半年後カームレーの味する、カームレーの味する、大手企業の職を投げ打ち、駅そば復活にかけた娘の思いとは。東京新橋から横浜桜木町に日本で初めて鉄道が通った明治5年、その後間もなく開店したのが川村屋です。桜木町駅の改札を抜け、すぐの場所に店を構えています。川村屋は明治33年、1900年に創業。明治、大正、昭和、平成、そして令和と看板を守ってきました。しかし、今年3月。私が今年70歳に、妻経由の情報として誰も継ぐ気がないっていうことだったので、じゃあこれやめにしましょうって。閉店の際には SNS で情報が拡散。普段のおよそ3倍、1800人が店を訪れ、閉店を惜しみました。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お願いします。6代目重本さんの次女、愛子さんです。大学卒業後、大手通信会社に就職し、同僚の男性と結婚。子育てをしながら順風満帆な日々を送っていました。しかし去年9月、両親から突然川村屋を閉めることを聞かされます。経営不振でなんかもう立ち行かなくなって辞めるとかじゃなくて、父自体が高齢で閉店するっていうことが一番の理由だったので。閉店が迫る中、愛子さんの心は揺れ動きます。これを見送ったら本当に終わっちゃうんだなっていうのをすごく日に日に実感するようになって、二人で川村屋を継ぎたいと伝え方をしました。夫、雄太郎さんは結構こう自分の意思でこう結構やりたいみたいな、こう挑戦してみたいみたいなことがすごい強くなんか感じたので、なんかそれだったらこう自分も全力で応援というかもしたいし、一緒にこう挑戦したいなっていうのが正直。父重本さんはよく考えるよう諭しました。いや、あんまり賛成しなかった。サラリーマンだったら会社が経営がうまくいってなくてもお給料入ってくるじゃないですか。だけどしかし愛子さんの決意は変わらず、6月に退社。その覚悟は重本さんの心も動かしました。親として理解している愛子よりも、もっとこう執念深く交渉してきたっていうのかしら、申し出てきたことは一つ、もう一個はご主人が一緒に愛子の手助けをしてくれるっていうことがよく伝わってきた。じゃあみんなで助けていこうよっていう、合意も得た上で、じゃあ再オープンをしようと決めました。川村屋一番の特徴は、出汁が効いてますね。鰹節の上品な香りがふわっと鼻から抜けていきます。この色の濃いつゆが
かつお節とサバ節で取っただしに醤油ベースのタレを加えたこだわりの味。通常駅そばは既製品のつゆを使うことが多いといいますが、川村屋はつゆの仕込みも自分たちで行います。スクッカツオープン10日前、重本さんと愛子さんはそばの仕入れ先との打ち合わせに追われていました。これちょうど染色、一緒に働いてみることによって父の計画の綿密さだったりとか、そういうことを改めて知ることができて偉大な存在だなと思いました。厨房ではつゆの仕込みが進んでいました。仕込むのは長年店を支えてきたベテランスタッフ。昔と変わらぬ味に仕上げていきます。うん、あ、川村屋の味する。お願いする。不安なこととかあります？なんか7代目名乗り出てきたのに、なんかやっぱ期待と違ったとか、お客様の期待に応えられるか。迎えた川村屋復活の日。おはようございます。おはようございます。ワクワクとドキドキ何パーセントぐらいですか？昨日まではドキドキ 90% ワクワク10ぐらいのすっごい緊張しいなんでドキドキしてたんですけど、今日はもうワクワク100ぐらいで楽しみに。あんまり緊張して。午前7時です。開店15分前、すでに行列ができていました。こちらの男性は開店1時間前から並んでいました。ほとんど私朝ごはんは抜いてるんですけれども、ここの息子だけは何としてもやっぱり食べたいなと。よくないです。午前7時半、復活オープンです。おはようございます。いらっしゃいませ。川村屋の復活を待ち望んでいた客で、店内は大にぎわい。客はただ無心にそばをすすります。果たして客の反応は。味も前と同じだね。美味しい。一言、美味しい。午前11時を過ぎ、ランチタイムに入るとさらに大勢の客が。接客していた愛子さんも厨房に入ります。こちら最高になります。こちらお並びください。夫、ゆうたろうさんはつゆを丼ぶりにかける作業でサポート。美味しかった。ありがとうございます。爽やかでいいね。接客ね。またやらせてください。お待ちしてます。午後5時過ぎ、閉店までまだ時間はありますが、今からどちらに向かわれるんですか？今から保育園お迎え行きます。初日お疲れ様でした。ありがとうございます。やってみると結構お客様と接するのがすごく楽しくて、で味も変わってないっていうふうにおっしゃってくださるお客様が多くてちょっと安心しました。お疲れ様でした。ありがとうございます。店を父と夫に任せ子供のお迎えに。閉店間際まで客足が途絶えることはありませんでした。いや、今作ってるけど、その仕立て売り切れになりました。食
初日店に訪れた客はなんと1100人。半年ぶりに活気が戻りました。親子で守った伝統の味、150年なり200年なり川村屋の歴史もずっと守り続けていけると思います。ちょっとまだまだ始まったばかりで、これから先のが長いと思うので、毎日着実に一歩ずつ進んでいければなと思います。